まあ今単独ライブに向けてそのネタを作ってるんですけど、うん、ちょっとその女子のねことをちょっとネタにしようと思って、うん、あのいろいろ調べたりね、してて、うん、まあ思うこととかもあるしそのネタにしようとしてるんですけど、うん、まあ多分これもう本当ネタでもまあネタでももう絶対言おうと思ってますけど、うん、もう腹本当に腹立つからちょっとこっちでも言いたいんですけど、うん、女性誌みたいな女子が読む雑誌みたいなのを、うん、ちょっと読んでそこになんかこうなんかないかなと思って、うん、見てみたんですよ、うん、まあ何度かそういうので、そういうの見たことあるけど、うん、まあ雑誌に限らずなんか女子が見るように週刊誌ってこと？なんかファッション誌かな、ファッション誌っていうファッション誌というかなんて言うんだろう、週刊なんそのいろんな女子のまあことが女子がとにかく読むファッション誌でも何でもいいんですよ。まあ正直ファッション誌でも、うん、週刊誌でも女子が読むネットの、ね、媒体でも何でもいいんですけど、うん、それにもうずっとあるのがその悩み相談みたいなので、うん、もう毎回あるやつが私が好きになる人は毎回彼女とか奥さんがいますどうしたらいいですかみたいなのがあるんですよ、うん、もう毎月それが載ってるんですよその悩みが、うん、毎回、うん、いやそうだろそんなのはそりゃそうだろとね、レストランで海の見える席が毎回埋まってますみたいなことですよ。だってそんなのそりゃそう当たり前じゃないですか、うん、だからそんなバカすぎるでしょ女子もうそう思うと。そんな魅力的な男はイケメンで性格のいい金持ちみたいなやつは、うん、人気なんだから、うん、そりゃそうじゃんって話じゃないですか。まあたまたま彼女いない時とかあるだろうけど、うん、何度そのミスとその悩みを抱えるんだよ。その海の見える席が座っ誰かねいつも人気ですどうしようみたいなこと言わないでしょ、うん、それと同じですよ、うん、いやバカすぎるでしょ本当に。バカだってそんなの知ってますよ。バカじゃんもう。いやいやそのまあ極論そんな、ね、女ってバカ。いやそんなことはないけどそのっていうことですよね。違う、恋愛の悩みにおいてはね、うん、そのでも毎回これって雑誌見たらその雑誌に3回出てきてるんだそれ違うコーナーで。あそうなん。なんか普通にそのまず悩み女子雑誌に問題ないそれ採用するどう思うでしょ。でも売れてる有名雑誌ですからそれが売れるんだよ結局、うん、女子はそれを見て、うん、おーまあ、あるあるみたいなでもう考えたら、まあ、その最初悩みみたいなのあって、うん、もうバーンとそれがまずあるんで好きな人は必ず彼女がいますどうしたらあどうこんな私どうなってるんでしょうかみたいな。いやどうなってるんでしょうかも何も、うん、まあ結局ねイケメンとかがやっぱ好きだから、うん、そのねまあアイドルとかが好きな感覚と一緒なわけですよ、うん、それで一般の人を見てたらそれはそうだよっていう話がまずあって多分それはみんなまあまあねって。次のコーナーは大体そのなんか質問をこう答えてって、うん、こじらせ女子度合いみたいなのをこう、うんうんうん、あなたは何々タイプですみたいなのをこう言ってなるんですよ、うん、であなたは何々こじらせタイプなったからどうなんだよって。それだからなんだよと思ってその、うん、別解決法とか書いてねえんだよ。あなたは何々こじらせタイプ、あどころなんだよって。そのまあ多分それでわーわーそうこういうとこ私あるみたいなのに、うん、なりたいわけでしょ。その悩みみたいなのがあってわー私こうあるってなって次めくったらイケメン俳優が出てんだよ。それで、うん、わーかっこいいってなるのもう繰り返しいやそれで女性誌できてんだよやっぱ。何そうじゃな。それはちょっとただ女子がもうそれが本当好きなんだと思う。だから好きなんだろうな恋愛のもうベタな恋愛のもうなんだよっていう悩みと、うん、あと分かる分かるみたいなそのなんか診断テストしてドキドキしたいんだろうな。そういうなんか人の危険ななんかやつ火遊びみたいなの見て、まあまあまあのもあるし、うん、そうそれ見て、うん、で診断テストして最後イケメンを見てかっこいいってなるっていう癒される。そうそうそうドキドキして自分の病名が分かってあるあるがあってのイケメンを見て癒されてっていうで似たような服を見てな。いやだからその時も本当にそのちょっとそのなんか芸人さんが質問に答えるみたいなコーナーもあるけどそれにもう本当に5ページ後ぐらいですよなのに、うん、好きな人に彼女がいますどうしたらいいんですかってあるんで、それがそれを疑問に思うことがすげえなと思って。そうやな。いやそれそうだよって解決できそうなことだしそうだよとしかもう言いようがないでしょ、うん、そのだって素敵な人なんだもん。うん、うん、一人にはモテてるわけだから、ね、あんまり男では言わないでしょ。好きな彼氏が好きになる女全員彼氏がいるなんて思わないじゃないですか、うん、そうだろうなと思うし、うん、いても諦めず頑張ると思う人とかいろいろいるだろうけどあんまねそれを言わないあんまりいないですよね。やっぱ女子独特の感じだなっていう。みこすり半劇場見とけんねん女子見ないよ別にそれは。岩谷天保先生見とけ。いやまあまあそれ安いおっぱいが出てくる。いやだからそれが何の解決策になるんだよ
そもそも、なれ、まあでもこれはあるみたいな、まあこれはだから結局ね、うん、男はかといってエロいのを見たり、その風俗レポとか見るわけでしょ、うん、そんなの女子がしたらふざけんなバカじゃねえとかっていうのと、結局これは同じ なんか本当はね、あのだからちょっときつく言いましたけど、本当はだから分かり合えない部分の楽しさがあるんでしょうけど、うん、見ないですから女性誌、僕らまあ見ないから、見てみるとやっぱうわこんななんだっていう、でもこれが楽しいんだろうなっていう感じがありますよ。まあだから僕らがね、そのああいうの見るのと一緒ですから、結局ね、だからまあ分かり合えないことがあるからいいんでしょうねっていう、もうダメじゃって序盤の怒りを取り戻せるわけない。いやでもあれは腹立つけどな、うん、その何ちゅう悩みだよっていう話ですけどね、うん、毎月悩むんだよそれで、面白くないそう思うと、なんかそうやな、毎月毎月は好きな人に彼氏いる人ばっか好きになっちゃう、どうしようっていうやつが現れるんだよ、毎月な、毎月それ面白いだろなんか、うん、そう思うと、で診断テストするんだよ、血液型の時とかいろいろあるだろうよ、あるだろうな、紐の女子度合いとかいろいろあるんだと思うよ、うん、その時によってね、何回診断テストするんだよ。でだからなんだよ本当に、それが出たから、あなたは狼型のなんとかですとか出てて、だからなんなんだよっていう、そのもう笑けてくる。いや面白いでしょ、でも面白いなそれ、あの改めて見てみ、もう面白いから、なんか何回悩むんだよって本当になりますから、ね、僕は家にありますから、あそうかそうか、奥さんとかいたらそうか、見たりするんでしょう、ね、見る見る、そしたらもうそんなでしょ、でもほとんどあるよ、そのパターン化はね、うん、まあまあなんで、あとパーの円グラフのな、あ円グラフ、あーある、円グラフあるな、円グラフあるわ、あるだろ、なんか彼氏に対してのなんとかとかでね、そうそう、円グラフ、円グラフ好きだよな、円グラフ好き、円グラフバーある時ある、あるあるある、バーってある時ある、20代30代10代みたいなので小分けしてあったりね、うん、そうそう、最初にどこを見る、顔、そうそうそう、体、そうそうそう、あれ顔だろ絶対分かった、でも顔、体でも嫌だけど、手とか、手とかある、最初の手見るやつ怒る、いやいや、でも女子はじめましてってこうやって行くやつおらんだろまあまあそれはそうですけど、そういうの言いたいんですよ女子の本音とか、すげえ、そういうコーナーすげえありますからいいよ女子の本音、女子の本音見ないっしょでこれは女性から見たら男もバカだと思うわけですから、うん、これこちょっと一方的な、女子がこの場にいないから一方的な議論になって申し訳ないですけど、まあまあね、それを含めて僕ら、まあ、楽しいなとは思うけど、うん、男から見るとちょっとわって思うから、それを押し付けるのはよくしない方が絶対いいですよね、まあ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 、うん、まあね、そエンターテインメント業界は女子が支えてますからね、そう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 、それは何とも言えないですけどね、まあでも前回なんか女子のあ危なくヒートアップするもう何のあいつ怒ってんじゃねえかってなっちゃうから、女子のことを言ったでしょ、私全然胸なくてみたいな、いやあるじゃんみたいな会話ばっかしてるの時も結構女子から共感の、うん、リプとかコメントとかたくさん来たんで、意外と分かってくれるかもしれないですからね、確かに雑誌そうです、何が面白いか私は分かりませんっていう人もいるかもしれないですから、ね、あそれはいるでしょうね、うん、まあそういう人があったら声を上げてほしいですし、怒り の連絡はしなくていいですからね、うん、怖いんで、そうですね、ただ男から見るとそういう見えるよっていうのだけ知っといてほしい、うん、我々も自覚してますよ、そうそうそう、僕らが ね風俗情報誌とかアホですよ、あんなもん、あんなのはアホだと思うでしょうけど、それでうわくくくんなんで息もしないのに見たりして、みんなでさの、うん、話すのが楽しかったりもするっていう分かり合えないとこであるけど、そうですね、自分では自覚しといてほしいとは思うけどね、僕女子にも、うんうんうん、これは男子には分かんないんだろうなとは思ってやってほしいですからね、うん、それだけ自覚しといてくださいよ。平日毎日愚痴を更新しています、ぜひチャンネル登録してみてください。ウエストランドのくじらじー。